ショートへの当たり、中島逆シングルで取って、うーん、ファインプレイ。バウンド難しかったね、非常にこう今のは難しい打球だったんですけどね、ここは今年ゴールデングラブも当然狙っていきたい中島の守備でした。高いバウンド、ちょうどこうで、しかもその後の判定も良かった、はい、ダブルプレーとはなりませんでしたが、中島華麗なグラブさばきを見せています。田中健介もよしと、ナイスプレーだと言わんばかりのアイコンタクトを送っていました。